アブドゥロ・ラヒンバエビチ・ラヒンバエフ、民族名アブドゥッタ・ラヒンボエビチ・ラヒンボエフは、ソビエト連邦で活動した、ウズベク人の政治家。1896年6月1日、ロシア帝国サマルカンド州、保全とラッザクの小さなウズベク人商家に生まれた。ムーッターから、初等教育を受けた後はマドラサに進み、ヨカには家業を手伝った。その後に進んだ。 ロシア語学校では生徒にロシア人風の性を名乗ることが求められたが、当時のトゥルク人には特定の性を名乗る習慣はなかった。そこで、アブドゥロは父の名であるラヒンバイにロシア語性風の語尾をつけ、アブドゥロ・ラヒンバイフと名乗るようになった。こうして1910年から1912年まで通ったサマルカンド男子にムナジウムを優秀な成績で、 卒業すると、1917年には、多種県都教職人学校も卒業し、この時までに14の言語を操れるようになったという。やがて革命思想に接近するようになったラヒンバイフは、同年から保全トで、襲来イスラームの指導者となり、現地のムスリム労働者ソビエト初期を務めた。翌1918年1月から12月まで、教師として働くとともに、 ラヒンバイフは1919 19年1月にボリシェビキへ入党した。当時の中央アジアは反革命勢力の方が力を持っていたが、ラヒンバイフは富裕層や聖職者とも対話することによってボリシェビキへの支持を集めようと試みた。また、ボリシェビキの政策がロシア化の様相を帯びていると感じた際には、クリミアタタール人の学者ベキルチョバンザーデとも接触して、 少数民族の保護を試みた。ラヒンバイフは1919 19年から、ゴロドのステップ軍ソビエト執行委員会書記や保全と、軍ソビエト執行委および、保全都市ソビエト執行委の議長を務め、同年12月から翌1920年5月までは、トルキスタン共産党サマルカンド周囲書記に就いた。同年8月から翌1921年5月までは、 トルキスタン自治社会主義ソビエト、共和国中央執行委議長を、同年からは、ロシア連邦共和国人民委員会議、全ロシア中央執行委及び、ロシア共産党中央委のトルキスタン局員と、トルキスタン委員に、同年3月からは、民族問題人民委員部参議院も務めている。翌1922年6月から10月までは、 サイドトルキスタン自治共和国中央執行委員長に、月、同年4月2日から翌1923年4月17日まで、及び1924年5月31日から、翌1925年12月18日までは、ロシア共産党中央委員候補、1923年4月25日から、 翌1924年5月23日までは、ロシア共産党中央統制委員を歴任。1922年12月30日には、ソビエト連邦の結成に関する条約への署名者の一人となった。1923年7月23日から11月までは、ブハラ共産党中央委責任初期、同年から翌1924年までは、 トルキスタン共産党中央委第2初期同年4月からはロシア共産党中央委の中央アジア国境策定担当局内部でウズベク省委員会議長を務めたこの中央アジア国境策定交渉の際ブハラ代表のファイズッタ・ホジャイフと共にラヒンバイフが押した民族別共和国案とスルタンベクホジャノフラカザフ省委員会が押した 中央アジア連邦案が対立する事態に陥った。連邦案は中央アジアを広く遊牧するカザフ人にとって有利なものであったが、定住民族による国家の安定を重視したモスクワの介入により、ウズベク省委員会による民族別共和国案が勝利を収めることとなった。1927年のウズベク社会主義、ソビエト共和国この決定により、ウズベク人の側は、 中央アジア南部の民族定住地域を広く、ウズベク社会主義ソビエト共和国とすることができた。一方、未だナショナリズムが未発達な、タジク人は、交渉に有能な代表を送ることすらできず、彼らが手にした、タジク自治社会主義ソビエト共和国は、タジク人定住域の極一部に過ぎなかった。加えて、このタジクジ共和国は、ウズベク共和国に従属する、痩せた。 山岳地帯に過ぎなかったため、その後の多軸ナショナリズムは反ウズベク感情に基づく、しこりを残すことになった。その後、1922年5月から1926年9月までは、赤軍トルキスタン戦線革命軍事会議メンバー、1924年10月30日から1925年2月6日までは、ウズベキスタン共産党中央委臨時組織局書記、 1924年11月18日から1925年2月13日までは、ウズベク共和国革命委員。1924年から1926年までは、ロシア共産党、全連邦共産党中央委中央アジア局員を歴任したが、1926年10月から1928年6月までは、中央アジアでのすべての役職を辞し マルクス・レーニン主義を学ぶためモスクワへと派遣された。同年1月から翌1929年5月までも、モスクワで、連邦中央民族出版社社長、翌6月から1933年12月までは、ロシア共和国教育人民委員部ソビエト少数、民族委員長を務め、同月28日から1937年9月までは、 タジ軸社会主義ソビエト共和国人民委員会議議長に同時に1934年1月4日から1937年9月7日まではヌスラトロマクスムの公認として連邦中央執行委議長の座にもついていた。また1935年12月20日には農業分野での卓越したノルマ超過を称して1375目のレーニン勲章も授与されている。 保全ドに立つ、ラヒンバイ不造連邦党大会にも、第10回から第14回までと、第17回に出席し、連邦中央執行委大会にも、第5回から第7回まで出席した。しかし、連邦中央執行委議長に在職中の1937年9月7日に、反トラン主義、反革命テロ組織に参加した容疑でスタリナバードで逮捕され、 モスクワのリホルトボ刑務所へ収監された。そして長い拷問の末、翌1938年5月7日に、連邦最高裁軍事参議会は、ラヒンバイフに対しロシア共和国刑法第58条、第1項の A、第8項及び第11項に基づき死刑判決を言い渡した。ラヒンバイフは同日部と母射撃場にて銃殺されたが、 1956年10月20日に名誉回復がなされた。ありがとうございます。